はい、こんにちは。始まりました。ォトクリッシュの岡崎です。では、今日も毎日リスニングやっていきましょう。今日は、ソ、so, ウ、ラブサンダーのセリフを取り上げています。一応、作品の中では1時間27分18秒のところからになります。で、ちょっと文脈が必要なのと、あと若干ネタバレがあるので、えっと、もし気になる方は、えっと、映画見た後に挑戦していただけたらと思います。で、一応、この場面は、ソウとジェインが話しているところで、 ジェインにジェインはこう一緒に戦いに行きたいんですけど、ソーはそれを止めたいみたいなところになりますね。で、その前提をちょっと頭に置いて聞き取ってみてください。では、まずノーヒントで流します。It I'm coming back as soon as I can. Break a leg. I'll break all these legs. <laughs> it's your choice, Jane. But I'd regret it every single day if I didn't ask you to stay here so we could try and figure this out together. You better come back to me. I'm coming back as soon as I can. Break a leg. I'll break all these legs. <laughs> <laughs> はいという感じでしたでは次はヒントありで聞き取ってみましょうで最後2人がちょっと笑っているんですが、まあ、特にジェーンが何で笑っているのかっていう理由もね是非考えてみてくださいで丸い括弧が1号入りますで四角い括弧の部分は文が入りますねはいということでいってみましょうジョチョイス・ジェーン But I'd regret it every single day if I didn't ask you to stay here so we could try and figure this out together. You better come back to me. I'm coming back as soon as I can. Break a leg. I'll break all these legs. <laughs> it's your choice, Jane. But I'd regret it every single day if I didn't ask you to stay here so we could try and figure this out together. はいという感じでしたではここから回答に行くので聞き直したい方は動画戻して聞き直してみてくださいさあまず音声のポイントに触れながら穴埋めの答え合わせをしていきますねで最初難しいですよね Choice, はい。で、まあ、your choice のところヒントがあれば聞きやすくなるかなという感じなんですが、ここは its が入っています。it's a choice と言っていますね。はい。ts のところがそれぞれここを聞こえるので、チョイスみたいな感じで聞こえますよね。で、it ト代名詞はそもそもこう弱く発音されるので、ちょっと聞きにくくなっています。そして次がはい。で、ここ最初、but って感じで、聞こえますよねでこ、こ正解は、バットが入ります。で、その後ろが主語が来るはずなんですが、ここには、アイドが入っていますね。ここ難しかったと思います。でこの t の音は若干 d の音に変化して、バダイって感じで、後ろのアイとつながっています。で、d の音もかなり弱いので、バ、ま、イ、あ くらいの感じでで発音しても大丈夫ですねでこの iD の D の音もちゃんと聞けば一応発音してるんですがかなり弱くなっていますねもう一度ここを聞いておきましょうはい「う」ってなってるのが D の音ですねはいここ難しいですねでそして Regret の後ろに何か空所があるんですがここは Regret が多動詞なので目的語が入るはずですよねでそこに注意して聞くとちょっと聞こえてくるかなと思うんですが But I every はい。Rig r e a y って感じになってますよね。で、ここ、d ってなってるってことは、この t の音が若干 d に変化して、そして it ですね。で、it の t の音脱落するので、この d って感じが残ります。もう一度聞きましょう。But I every はい、g ready って感じになってますよねで次ここなんですがここ品詞は何が入るかなっていうのもぜひ考えてみてください後ろに「にな々やすく」っていうふうにあるのでここに入るのは接続詞のはずですねでそれをちょっと頭に入れておくとちょっと聞きやすくなると思います はい。どうですかね。で、一応ここは if が正解です。if 短く弱くなるので、かなり聞きにくいですね。で、そして ifi の後ろ、これ din って感じで聞こえたと思います。で、ここ d i d n t ですね。で、t の音が脱落するので、ここもちょっと聞きにくくなってますね。didn の n、んの音が、この後ろの a と若干つながって didn ask。ディデン みたいな感じで発音されていますね。で、そして、アスクの後ろが何が入るかというと、こう、アスク〜to stay という風になっているので、ここは目的語が入るはずですね。なので、ここは You が入ります。で、もう一度ここまで聞いておきましょう。 はいという感じですねでこの Here の後ろもかなり難しいんですけどまた後ろに We なんちゃら Try っていう感じで SV が来てるんですよねってことはこうなんか接続詞に相当するものないし後ろに SV が取れるものが来るはずなんですよねでこの短さということはって感じで考えていきます Day, here, so、はい一瞬、そうって聞こえますよね。で、ここ、そうが正解です。で、ここ、文法的にはちょっと大事なところなので、後で解説しますね。そして、w ィの後ろが、Today, here, so、はい、一瞬、クッて,て聞こえます。クッて,て感じですね。Today, here, so、はい って感じで聞こえて、で、これはクドゥですね。はい。かなり弱く発音されていますね。で、そして try と figure の間なのでっていうふうに考えてもいいんですが、ここは and が入ります。で、ここも弱く発音されて try イ n くらいしか発音されてないですね。and の d の音が落ちて and 自体も弱く発音されています。figure の後ろなんですが、 <noise> はい、ここ、ディス聞こえましたかねで、ディスまで聞こえたら、フィギュアって大体こう、フィギュアアウトっていう形ですね。まあ大体解決するみたいな意味で使われるんですけど、ここ、アウトが入っていますね。で、一応ここ、T の音が脱落しています。まあここはフィギュアがはっきり聞こえるので、そこから考えたいですね。で次は文の塊で聞き取りたいところですね。 はいいかがだったでしょうかでここは「you better come back to me」と言っていますで「you」の後に若干間がありますがこの「b」のところでちょっとためがあるのでそこもちょっと真似して発音したいですねさあそして「I'm coming back as soon as I can」 はい、ここも「soon as I can のところが聞き取れればたいまとめて聞き取れているかなと思います。でこんな感じですね。「I'm coming back soon as I can」という感じです。で音的にはこの as「as 1個目の「as って結構弱くなるんですよね。「soon as I can って感じになります。で後ろのこの「as に比べたらちょっと聞きにくくなっていると思いますね。もう一度流します。 はいという感じですねただこの部分が聞き取れればここは十分補えるかなという感じですね。さあそして。Break <a> leg. はいここどうでですかねでここは、ちょっとこの表現を知らないと聞き取りが難しいと思います。でここは、ブレイク・ア・レッグという表現がありますね。最近あのコミュニティの方でクイズで出した表現になります。で詳しくはまた後で解説しますね。そして、ソウのセリフなんですが、break legs. はいでここ、アイル・ブレイクはここ一緒ですね。 そして、オールの後ろがちょっと聞きにくいんですが、ここヒズが入ります。でそして、レッグが来るんですが、ここ複数形になるんですね。オールがあることで複数形になっているという感じです。でここも意味がちょっと面白いので、えーと、後ほど解説していきますね。はい、という感じでした。では次は文法的な解説に行きましょう。 さまず、it's a choice の部分ですが、ここはあなたが選ぶことだよ、君が決めることだよっていう風に言ってるんですね。で、まあ、戦いに行くかどうかは君が決めることだ。で、but I'd regret it. で、でも、 こうしたら後悔するよっていう感じで言っています。で、この d って入っているのは would ですね。で、家庭法の目印になります。で、every single day って言ってるので、こう毎日後悔することになるだろうっていうのを強調して言っていますね。そして if I didn't ask you to stay here ってなってるんですが、この if からが副詞節になります。で、もし君にこうやってて頼まなかったらと言ってますね。で、ここのそ、so、うの部分がこの if 節の中に入っているのか入 ていないのか判断しないといけないんですが、ここは意味的にそうもえっ、ー、と一節の中に含まれると考えますね。で、そうの意味はどういう意味かというと、これですね。そう、ざっと sv と。 s が、えー、そうだった sv のざっとが省略されている形になります so that sv はこんな感じで使うと7するためにとかできるようにって感じなんですねでここそうもくるもどっちも聞きにくいので結構そう補っていくのが難しいんですけどこの so that と can とかくるとかは結構一緒に使われることが多いですねそしてその後ろの try and figure this out together figure this out はまなんとか解決するって感じで。で でこの try& のところもちょっと聞き慣れないかなと思うんですけどこれは会話ではよく使われる表現でこれ t r y to と同じ意味で考えて OK ですなので,す、ねなんでまあ、一緒にこれを解決しようとすることができるようにここにいてくれって頼まなかったら毎日毎日後悔することになるだろうっていうふうにそうは言ってるんですね。 そして、それを聞いて、you better come back to me と言っています。で、ここの you better come back to me この you と b e t t e r の間には本当はハードが入りますね。で、ードベターで、ななした方がいいって意味がまあお馴染みかと思います。ただ、まぁ、語ではこのハードなくなることが多いです。で、you better come back to me で、ななした方がいいっていうよりは、まあ絶対帰ってきてねっていう感じのニュアンスになりますね。で、そして、I'm coming back as soon as I can なので、 でできるるだけ早くく帰っっってててよいいう感じで言っていますでこの進行形で未来を表す表現もちょっと注意しておきたいですね。さあそしてブレイクアレッ g という表現なんですがこれは足を折れっていうのが直訳ではあるんですが 幸運を祈るとか頑張ってねっててねいう意味の表現になります。これはもう定型表現として覚えておきたいですね。なんで、まあ、ここではジェインは頑張ってね、戦いに、想が戦いに行くから頑張ってねっていうふうに言ってるんですけど、ウ、えー、の方はその表現をまあ知らない感じなんですよね。まあ、宇宙人なので知らないっていう感じで、<laughs> I'll break all his legs. っていうふうに言いますでその敵の足を全部折ってきてやるぜっていう感じで言っていますただ日本語字幕の方はえっと やっつけてねっていう感じでブレイクアレックが訳されていてそして I break all his legs のところはボコボコにしてくるみたいな役になっていたと思いますでこれは字幕にこう出しようがないなんか表現の面白さなんですよねはいという感じでしたではもう一度流すので自分でも発音してみましょう But I'd regret it every single day if I didn't ask you to stay here so we could try and figure this out together. You better come back to me. I'm coming back as soon as I can. Break a leg. I'll break all these legs. はい。という感じでした。では、今日ここまでにしたいと思いますねで。こんな感じで映画で使われる表現とかもコミュニティのクイズで出していて、で解説も書いていっているので、ぜひね、と毎日コミュニティのクイズも挑戦していただけたらと思いますね。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、あと文字1つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。 But I'd regret it every single day if I didn't ask you to stay here so we could try and figure this out together. You better come back to me. I'm coming back as soon as I can. I'll break all these legs. <laughs> it's your choice, Jane. But I'd regret it every single day if I didn't ask you to stay here so we could try and figure this out together. You better come back to me. I'm coming back as soon as I can. I'll break all these legs. <laughs> it's your choice, Jane. But I'd regret it every single day if I didn't ask you to stay here so we could try and figure this out together. You better come back to me. I'm coming back as soon as I can. Break a leg. I'll break all these legs. <laughs> it's your choice, Jane. But I'd regret it every single day if I didn't ask you to stay here so we could try and figure this out together. You better come back to me. I'm coming back as soon as I can. Break a leg. I'll break all these legs. <laughs>